はい、皆さんこんにちは。今日は新潟県南魚沼市まで来ました。ここ北越セップで出てくる四大寺院の最後の一つのお寺さんになってますので行ってみます。こんにちは。お願いします。はい、300円お願いいたします。はい、よし、じゃあ行ってみましょう。ちょっと今日はあいにく雨ですけども、あ、ここ10度になっております。あ、やっぱり雰囲気のいい味のあるお寺さんになっております。今日やっぱここ有名なお寺さんだけあって参拝者たくさんいるんでマスク外せませんので、音声どのぐらい入ってるか分かりませんけども、このまま行ってみましょう。はい、先ほど料金払って向こうの方から入ってきましたので表の方回ってきました。ここは多分表門だと思います。でここからいろいろ並んでますね。見ていきましょう。これはなんだ。ああ、やっぱ戦争関係のあれだと思います。でこっちに立派なお地蔵さんがたくさん並んでおります。でここは陸軍歩兵一等って書いてありますんで、やっぱ戦争の何かだと思います。この杉も大したものだ。ちょっとレンズ雨吹きます。ちょっと分かりませんけどあります。でここが雲東庵というところです。北越セップで出てくる四大寺院の一つでなっております。すごい。一応こっち移していきましょう。曹洞宗雲東庵越後第一の寺になっております。ではじゃあ行ってみましょう。続々と人が来るんで早めに移していきましょう。これは素晴らしい。気づいたけどこれわらじになっております。じゃあ入ります。いろいろ書いてあります。やっぱりここは配管料取るだけあってすごいわ。ちょっと誰もいないんで、あいにくの雨がダメだけども、やっぱ行いの悪いのが出てますね。この苔の生え方も味があるけど、なんで思うんだけど、なんでお寺さんって苔が生えてるんだろうという感じもあります。じゃあこっち見てみようか。一応結構見学の人がたくさんいますね。映さないようにしていきます。ご神事はここになります。長い木の神事になっております。これはすごい。でも人がいるから映せない。行ってみます。
ここすごいわ。裏から眺めるお茶さんも味があります。こういう意味があったの全然わからなくて、これはこれですごいわ。じゃあこっちが行きましょう。長い水でここから湧いてるのか。湧き水からのこの流れすごい。なんていうんだろう、やっぱこれだけこう湿気があればやっぱ苔も生えるって感じがいたします。座禅どうなった。味があるね。味があるところになっております。すごいわ。じゃあ思い出きましょう。これが観音様だ。これはすごい。次に行きましょう。これはこれでまた味がある。お邪魔します。これはすごい。あ、やっぱりあそこに丸石があるわ。ここすごいわ。この目の前の杉がご立派だ。すごいわ。すごいしか出てこないわ。ここに金川の今気づきました。よし、じゃあ帰りましょう。じゃあ最後お参りして帰ります。ここに太鼓と金があります。
じゃあ、それでは長生きの水飲んでいきましょう。いただきます。生水だ感じです。じゃあ放物線行ってきます。これはすごいです。客引き観音だそうです。歴史を感じる場所でした。大変素晴らしいとしか言いようがないです。ちょっとこっちの方も眺めていきましょう。眺めていく、見学していきましょう。これはこれで素晴らしい。はい、ここは新潟県南魚沼市オッケー山号。はい、これで北越切符4大寺コンプリートいたしました。ここは新潟県南魚沼市オッケー山号。